眼科医の平松です。今日は、いろいろ、日常生活を気をつけることで眼圧を下がった人の例についてお話しようと思います。山田さんからいただいたコメントです。平松先生、いつもありがとうございます。ありがとうございます。本も届いたので、とりあえず気になる項目から順に見てみようと思います。眼科で眼圧が毎回18から20だったのが、平松先生の目薬の動画を見てパチパチ最初から、休んで、とりあえず1分目頭を押さえて目をつむって、それからまばたきするようにしわら。眼科で2週間前、眼圧が15から16、昨日も15、平均3ぐらい下がりました。ありがとうございました、というコメントいただきました。このようにね、本当目薬の差し方一つで変わっちゃう人もいますので、ぜひぜひいろんな、動画とかありますし、こんなの意味があるのかとか大変だって思う方もいると思うので、自分の可能な範囲内で、いろいろやっていただければと思います。こういうふうにコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございます。